アルベール加工と共に行った土質力学の理論研究は広く応用されている。橋梁やダムや施設など300以上の建築に関わり、ドンゼルモンドラゴン橋やダムドンゼルモンドラゴンダムやウルターニュのランス川の長力発電所、リオデジャネイロのコルコバード山頂のキリスト像の内部構造設計などの仕事が知られている。フランスの高架系の3つの国立学校で長く、 構造力学の講義を行った。過去型の R 型気球航空の分野では、1901年にフランス陸軍の飛行船部隊に関わり、第一次世界大戦中に気球部隊を引き観測用の休憩の気球が風に煽られると不安定で回転してしまうことに気づいた。1914年に後部に3枚のヒレをつけた、ソーセージ型の機能と機能の内部の前後に、 隔離された別の機能を設けて空気が移動することで水平の姿勢を保つ飛行船の開発を行った。過去型の気球は時速9 0トルの風の中で水平を保った。3年間にわたってフランスは連合国のために加工型の気球を生産し、アメリカは1918年から1919 19年の間に1000機近い過去型の気球を生産した。 これらの気球は軍用気球として連合軍で使用された。1918年にクレマンソーは過去を軍用航空の技術ディレクターに任命した。1919年に過去は航空宇宙博物館の設立を提案し、これが現在のルブルジェ航空宇宙博物館となった。1923年に新たに設立された航空省で技術部門を統括し、 航空技術研究と教育を指導した。1928年に国立高等航空学校を設立し、1929年に全長120メートル、高さ25メートルで実機を使って研究できる巨大な風洞を建設させた。1933年に予算の削減などでプロジェクトの遂行が妨げられ、航空部門の職を辞め、 構造力学の研究に戻った。1938年に戦争が近づくと、再び航空行政に戻されたが1940年に職を辞した。フランス科学アカデミーに41年間、在籍し1952年から1961年まで会長を務めた。1951年にレジオンドヌール勲章を受勲した。 1962年の80歳で引退、同年にビルヘルム・エクスナーメダル受賞。1989年からフランスの土木構造工学学会はアルベール加工賞を設けた。ありがとうございます。